はやいはやいとてつもなくはやいやっハロー皆さんこんにちはみやびんです何がと思った方今から言います iPhone14 Pro Max に買いましたですひもじいですどうぞごめんごめんごめんなさい 凄まじく早いってやっぱり早ろはダメ言うと思った言うと思ったやっぱねこの人1時間ぐらい持たないとダメらしいっすよ長くても飽きちゃうよ飽きるんだ、うん、あじゃあ,あんま好きじゃないんだ <laughs>、うん、らしいっすよ15分ぐらいでいいらす,す早すぎそれは <laughs> 1十分早すぎだもんそれはなんかダメだよマジで、うん、俺ミーが相手だったら多分5分でいっちゃう自信あるけどねえやだそんなこと言われて <laughs> <laughs> 今日一声でかい5分,5分で行ってみたいわ <laughs> 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 夢 <laughs> でもね俺の場合発作起こすんで持たないんでねどんな意味で5分で長時間う時間 <laughs> 早い方が楽なんですけど <laughs> <laughs> 聞いてねえわあんなこと <laughs> まあまあ乗って動いてくれれば俺はもう永遠に大丈夫なんですけど何その自分楽スタイル発作起こすでしょ<笑><笑>あなた運動したらマグロマグロ 地獄でしかないんだよね気持ちいいのに苦しいっていう何なんだろうこのモードっていうのは危ない <laughs> もう16歳からやってますからら <laughs> しいですよ、はい、皆さんいやすいません、はい、すいませんなのかな別に俺の顔金使ってんのも関係ないんだよそうだよ今ねこれ撮ってる撮ってるからこうやって見せらんないんですけど、うんえー、iPhone14 Pro からディープパープルから、えー、iPhone14 Pro Max に変わりました早 <laughs> <ー>い <laughs> 色は、えー、とスペースブラックです ブラック、なかったんで,、うん、なかったんでブラックこんな感じブロックもいいっしょでもなんかさパープルっぽいね <laughs> 遠目から見ると理由をこれから述べていきますはい、はい、えー、まあ iPhone14 Pro で撮影してるじゃないですか 1>,、うん、で1日8本撮るわけですよ 1>,、はい、1回の撮影でえー、持たないですね何が途中で充電タイムああ それがね撮影中断するのが面倒くさくて、うん、ちょっとでもバッテリーでやっぱね ProMax 買ってヌフちゃん含めてね ProMax 買った人たちに聞くとねバッテリー持ちますよって言うんで、うん、まあそんだけの理由ですバッテリーが一番持つ iPhone で移り変わんないし、うん、なのでプロマックスに変えたんですが、はい、えー そこはね天下のイヨシスさんが言いますんでねな、うんで変えたかとでも、うん、昨日もツイッターでね「このプロマックスがこの世にない時代、うん、どうやってそんなすぐ変えられたんですか?」って聞かれたんですけど、えー、まあこれ先に言っときます僕は仲いいので使える技ですからふ普通の方がこの技使ったら怒られますただ別に特別扱いじゃないですよ。うん 日頃のね、で利害関係があるわけででもないすよあのもう本当今執行役員やってる某やつがもうない末広町店っていうイオシスの店長時代から僕はお客なので、うん、でまあいろいろ仲良くもう,も,うもうイオシスの店長とかスタッフとか買取含めてみんな仲いいのでだ、うん、から、まあ、まああとねちょっといろいろ。 あのー、本当利害関係ないのは言っとく1円ももらわず俺はアドバイスとかアドバイザリー相談役みたいな感じで今度こういう品物も買い取り扱おうと思うんですけどとかってテストに今もねオーディオのテスト付き合ってるじゃん俺俺だけオーディオ製品売ってるじゃん、うんうん、で実験してるじゃないですか、うん、やれるかどうか、うん、そういう関係なので,でそれで俺別に俺ギャラもらってるわけじゃないんで、うん、ただ 医療室の仲良い,い買い取りスタッフに iPhone14 Pro Max が入ったら連絡ちょうだいって言ってたら、うん、入りましたよ。<laughs> っていうか俺が今日査定して買い取りました、うん、って言ってどうしますって言うからもう抑えろって。ひと言。ていうかまあ値段聞いたけどね。うん、ただねやっぱ定価よりは 中古 A だったんですようん、うん、新品未開封じゃなくて中古 A ってただ相手ちょっと使って傷物のもの新品と一緒なのよ。がね変わんないんで「うん、いいよ」って言ってで出たばっかのものだし、うん、でまあ iPhone14Pro 売って ProMax 買った差額が3万ぐらいなんで、うん、ならいいじゃんっていう感じで ProMax に変えました。うん まあだからね仲いいお店作っとくといいっすよ、えー、イエス以外にもジャンパラとかさいろんな買い取り店あるじゃないですかそこのスタッフと仲良くなってれば「入ったら教えて」って言ったら、うん、入ったら教えてもらってで買うってことができるので、うん、中古でいいんなるねまあ新品未開封も入ってくるからねだからそれで昨日買っとんで慌てて、うん、でねもう <laughs> まず名前出さないけど名前出してやろうかな嘘を <Yeah. S 1>。僕書いたって行くまでにバッテリー充電しといてって言ったんだけど、うん、その場で入れ替えるから、うん、いや僕査定した時バッテリー満タンだったんで大丈夫ですって言って買ってスイッチ入れたら残り十数パーでバッテリーが真っ赤マークになって <laughs> ああああって充電ケーブルーって 刺して<え>で、まあ、その場でやろうとしたんだけど <laughs>、うん、時間なくて、うん、なんかうまくいかなくて結局まあ LINE の、うん、えっと過去のログまあ他の方法であのバックアップサーバーからログ引っ張れるからいいんだけど、うん、まあ一回飛んで、うん、で「あああ」って言ってでまあ帰ってきて。 もう一回初期化して工場リセットかけてで iCloud から全部戻すってやって復活してます、うん、問題ないですちゃんと二十三十にねあのね最近は iPhone 横に並べとけばで iPhone から全部転送って選べば iCloud じゃなくて全部こう行くんで、うん、その暇がなかったのでただそれも想定して、まあ、最悪 iCloud とか iCloud でダメでも Mac からいけるんですよ。いろん,、うん、んなスクリの手があって、うん、まあ保険かけといたから、うん、まあ今全然問題なく使ってますけど、うんうん、まあ実際ね、今日もね、いつも通り撮ってるんですが、全然バッテリーまだ充電し持ってます。うん、はい。やっぱ Mac スはバッテリー持ちます。うん、はい。 ドラザンさんなんてなんか2日に1回しか充電しねえっ,って言ってまマジネキティスはすげえ使うじゃん。うん、で、テザリングとかもしてんだけど、うん、1>, 1日使って家帰ってきて30パーぐらい残ってるえー、やっぱね、マックス持つんですよ、バッテリー。すごーい。うん。かね、そこは良かったなと。で、まあ、一晩使ってみて思うのは、まあ、やっぱ画面大きいのはいいね。うん。いいねっていうのは、俺、何も見ないけど、うん、iPhone ね。うん いや撮影しやすいんですよ。モニターと一緒だから。うんうん、画面が見やすくて撮影しやすくていいです。で、あれです。これ使ってます。えこのツイッターで紹介したらうちの視聴者さん一人買ってくれたんですけど、えっ、ー、と、モバイルハンドグリップの、まあ、これね、シュドショルダーポットか。ショルダーポットっていう、 ところの S2 ザハンドクリップってやつなんですけど、うん、今実物持ってくるわはーいえー、こんなんいつ買ってたのこっそりいつの間にえー、こういうのあるんだもうほんとなんかブレないから Go 何だっけ GoPro みたいな、まあ、ジ,ジンバルじゃないんですけど <laughs> ビルドクオリティ高くておしゃれおしゃれじゃないと嫌なのでうん、うん、でここに 挟んでこれでで撮影できるしここに落とさないようにこう通してこう持てば落とさないのででここに三脚穴ついててえとここにね図がまあ商品調べてもらえばいいんですけどハンドグリップにもなるしこのグリップ外せば機能ここに立てかけられるし三脚にもつけられるからいろんな運用できてただまあ俺が買うから 若干お高いっすよ、六千ぐらいかな。あ、でもだね。でもね、これ本当いいから持ってみる、うん。このグリップんとこ木なの？<laughs> 木だよ。へえ<ー>。本当に木だよ。すごい木だよ。ね、結構おしゃれなんでね。 えー、こういうのでね試しに撮ってみたけど全然、ね、もうねジンバルいらないのよ iPhone14Pro からプロとプロマックス手ぶれしないから自分でやったからわかると思うけど、うん、走ってもしなかったよ、うん、マジで分かるだから自分で,でジンバルいらないからこういうのでいいのよこういうので三脚使いたい時はミニ三脚でもでっかい三脚でもここの穴でベッてつけて三脚でも使えるんでこれおすすめです 一応プチ情報として言いますけどあとねまあ僕老眼と禁止なんで普通の人の老眼より距離遠くないけど禁止だからなんか微妙なとこじゃん俺いつも、うん、見やすいっす文字が <laughs>、うん、でまああとは特に14プロと違いはないです <laughs> <laughs> 大きさだけです、はいはい、だからかさばるのが嫌な人は素直に14プロにしていく <laughs> そうだから昨日もねあイオシスの買い取りのキタムーがね、うん、キタムー見てるキタムーがね、14プロね俺の握ってみてねあ、このサイズ感いいなって言って、今12ミニ使ってて13ミニにしようと思ったんですけど、バッテリー持たないし、俺も13ミニ使っててバッテリー持たなくすぐ売ったじゃん。うん、ってか、売ったの忘れてんだけど、うん、お前買い取ったくせにっていう。 13mm だったら 14Pro の方がいいよ、うん、このサイズ感ならありだなっていやそうあと薄いし軽いしみたいなうんそれ思ったマックスはちょっとでかいんでね女性にはきついしね、うん、多分バンカーリングつけないと、うん、俺はスマホいじんない人だから、うん、でかさなんかどうでもいいからうん、うん、ずっとマグセーフ充電器にボンっておい刺さってるそうだ、ね、てる張り付いてるだけだから、うん、関係ないんですけどまああとは犬猫をね毎日ツイートしてるから撮るときにポートレートモードでカシャッ 可愛いシーンがあったらすぐ撮ってカシャって撮ってる、うん、にしか使ってないんで。<laughs> 用途の少なさ。うん,いいんよう動画用。うんなんかこだってデジタルミラーレス一眼でこの動画撮るってなったらお前そんだけでレンズ入れたらお前三十万から五十万かかるんだぞ。 それ20万ぐらいのスマホで他もできてそれでこんな綺麗に撮れてていいじゃんもう背景ぼかせって言ったらシネマティックモードにすればいいだけなんだか確かにうんだからねそんな感じでもう iPhone14 Pro 買ってすぐなんですけど、うん、まあどっかの方は買ってすぐ割ってましたけどあのさ出だしの動画めっちゃ良かったなでもうねちょっとね全部吹っ飛んでるんで連絡が取りづらくて電話もつながら e ーシムが飛んでるんで、うん 電話もつながんないしさ,さっき G メールしたらやっと気づいてくれて FaceTime、うん、じゃねえやアイメッセ気づいてくれて、うん、ちょっとだけはヌフちゃんと話したんだけど、うん、まあ au がねなんかやばいらしくてねいまだ解決してなくてねあのねお前語っちゃえよって,言って。<laughs> もう全部ネタになるだからねヌフちゃんも買ってすぐ落として割って <laughs> っで,でもあいつあれだよ 3,700円かなんかで、あーこれ言ってきます。もうね、昔、今、さらに進化してんだけどエクス、エクスプレスなんとかってサービスあるんですけど、昔はね、アップルの製品は壊れたら、ピックアップデリバリーっていうのがあって、うん、<laughs> サポートに壊れた、修理っていうと、あの、まあ、初期不良の時は、アップルストアがない時代とかは、使ってるじゃん。 交換品が届いてでそのまんま届けに来てくれた宅配便の人に渡せば持ってってくる。えー、でそれの今エクスプレスなんとかサービスっていうのがあって壊れたら最悪1万ちょいで iPhone とかも交換してくれちゃうね、えー、ただジーニアスバーに行ける人は行くとまああの何背面がねアップルケアプラス入ってれば。 背面だけだけったら 3, 円ただジーニアスバーの人が判断して他も壊れてないかチェックしてその場合最大1万ちょいかかるんですけどみたいな感じでヌフちゃん行ってみたいだけど、うん、ジーニアスバーの人が3700ですよね、うん、この故障なら。で出たばっかの製品って修理できないのよ。うんうん、交換になるの、うん、ね。でねなんか奥行っちゃったらしくて、うん、で帰ってきたら。うん ちょうど在庫あったんで、うん、って3700円で新品になったってすごいなのでみやびさんも、えー、14プロを買ったら僕がやり方を教えるので、えー、月々月々1000円ちょいかな iPhone の14プロの場合はあの毎月あのあんじゃん <laughs> オプション <laughs> アップルケアプラス。うん 1> 1年で入っっちゃうと1万円くらになっていな、うん、毎月毎月でやってると解約いつでもできるから、うん、毎月1,000円ちょいなんで、うん、それの設定の仕方を教えてあげるので、うん、あ,のあれから落ちるからあのあのアップストアで買った時で決済するアップル ID に設定してる、うん、支払いそっから落ちるから毎月、うん、それやんないとヌフちゃんみたいに壊した時に、えー、アップルケアプラス入ってないと8万なんぼ取られます。 それが円になるるんです背面割るだけでやばっ8万いくらが3700円になるんだったらかけといた方がいいでしょ、うん、全然いい、うん、<だ>で君長く使うからうんでも自信あるのが私一回も傷なし画面割りなし、うん、まあ背面も割りなし、うん、超大事に使う派投げもしないいや俺もそうだったけど過去初代から使ってきて。うん 1> 1回しか液晶割ったことないんで、うん、でも故障とか万が一考えたら絶対入ってた方がいいまあね高いんでばい平気で7万8万いっちゃうので、うん、修理代がそれが数千円で済む最大1万ちょいで済むんだったら入っていた方がいいだ、うん、だって今クレジットカードの保険とかさあとなんだっけなんとか損保とかでもさ、うん、スマホ保険って言って月々何千円か払ってると、うん 最大10万円とかスマホ壊れたりなくしたりした時に保険金を下りる保険もあるぐらいだからまあそこはね皆さん安心のためにアップルケアプラスは別にアップルの宣伝するわけじゃないですけどヌフちゃんみたいな件があるんでまあ入っていただけですよっていう話ですというわけでそんな感じで私は買って買ってどん何日だろうね 14プロで2回ぐらい撮影してんの<あ>買って、うんなんだえ発売日に買ってんのよ14プロえ二23だっけえ十16だっけ忘れてった1616 16だっけ234はあれだよあエアポーツだからじゃあ23<か>、まあ、週間使ったんですかね、うん、もう買いました、えー、プロマックスに買いましたっていうわけでそういうお話でした というわけで私はドライシングはいまさかのねそんな早く変えたんかいっていうね私もあの連絡してびっくりしましたみんなはびっくりだよねでもなんかやっぱねこうやって見るとねそうプロマックスいいよねーってマックスいいよねーってなるんだよねやっぱあれかな人が持ってるものっていいなと思うんだよねきっと <laughs> そういう感じですはい早く私も変えなきゃって感じですね そんな感じで今日も終わります。ありがとうございました。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。じゃあねー。